ものが生きてる。壁は意味をなさなかったわけか。最後のよう見捨てられて私みたい。
橋を渡ってる。このまま信号の発信源のタワーへ向かう。今回は
あと少しだった。ヘリオスさえ生きてたら戦略を立てられるのに。でもどうしてデータベースに私のスキャン情報が。オートマトに守られたハイブマインド、護衛がいたから生き延びた。生物を襲わず建物だけ壊してる。おそらく複雑な思考ゆえの表現方法、またはただ狂ったのか。布に包まれた像だ。何を伝えようとしたのだろう。宇宙飛行士、すべての頂点に立って破壊の限りを尽くしてる。一体何のために私を追い回すの？それとも導いてる？このタワーの最上部、そこで旅が終わる。アストラ、必ずコンタクトしてみせる。に張り巡らされたセキュリティシステムに遭遇した今、こう結論付けられる。ハイブマインドは孤立したものを封じ込めるためこのネットワークを構築したはずだった。しかし結局それは失敗、足止めになった程度。
信号が送られてる。白いか。エリオスが見たもの。地球に戻れば精神異常だと疑われる。でもそれが帰りたくない理由ではない。朝目が覚めてジムに行ってコーヒーを飲んで本を読んで誰かとおしゃべりして、そして夜ぐっすり眠る。もうその暮らしに違和感がある。私、この人も尻滅裂。白い影の正体は一体何？どうして私の記憶を掘り返すの？宇宙の片隅でどうして知ってるの？
邪魔者は消した。ようやく白い影の答えがわかる。アストラと通信できた。これで一安心。白い影がループの打開策だった。ヘリオス、あなたも一緒なの。アストラ、誰か聞こえる？こちらセレーネ。ループから抜けられない。どうして？まだループの中だ。逃げられなかった。すべて。幻影だったんだ。地球での生活も何もかも。必ず出口を探さなきゃ。
あの63年は全て幻。それ以上の時間が経ってるみたい。ヘリオス、